理休は、利容銀の第二子。父は、大韓帝国の元皇太子で、理王、母は、日本の皇族である、政子女王。王皇族としての御位は、王政子、継承は殿下。なお、令和時代の上皇とは共に、国のみや浅彦新郎を総祖父とする、また重帝にあたる。生後間もない理9931年12月29日午前8時22分。 利用銀とその日、政子女王の第二子として誕生する。兄進は溶接していたため、旧が王政氏の死死に与えられるくらいとなった。翌年1月4日、命名式が行われ、旧と名付けられた。第二次世界大戦後、日本国憲法志向に伴い王皇族の地位を喪失し、日本の主権回復とともに、日本国籍を喪失した。伏見宮弘明王とは、 幼少時から親しく、共に戦後は米国への留学を熱望するようになった。学習院高等科卒業後、アメリカのマサチューセッツ工科大学に留学して建築学を学び、1958年10月、ウクライナ系アメリカ人女性のジュリア・マロックと結婚してアメリカに帰化した。北世紀政権となったことで両親の韓国帰国が許され、1963年、 利休夫婦も同行する。両親、妻と共に、聖徳宮楽前妻に居住し、1971年に、航空測量会社、新韓航空の共同経営者となって、実業家になったが、詐欺の標的となり、1979年に倒産、以後は日本で生活を送る。子がなかったことから、韓国の理師、宗地下会等の勧めで1982年に、ジュリアと離婚した。 後、巫女である、有滝たきぬこと再婚した。なお、1969年に、幼女、ユージニアを迎えている。1996年、全州理事大道州役員の総裁に就任したことで、韓国へ永住帰国した。しかし事業への失敗等から再び、日本へ戻り、同族会からの援助で生活を送るが、やがて送金が停止される。2005年に、 詩人の援助を得て、かつての利用家庭であった赤坂プリンスホテルに宿泊するが、滞在約1ヶ月が経過した2005年7月16日、心臓麻痺のため同ホテルで死去した。前日の通り、子がなかったため、利用人とその日、マサコ女王の直系子孫は断絶した。葬儀は7月24日、ソウルで行われた。葬儀には、理解、三国無葬 湯広ろ深ふ文化財長長官、国会議員など多くの韓国政府要人や日本からも旧の親族が出席した。追合は全州理事大同集役員によって会員と決まった。利休の王子吉近王里の孫にあたる利玄が養子に指名され利家を継ぐことが全州理事大同集役員にも承認されていたが利玄のおばで女帝を主張する利海園や王子の利鈴との 間で軽装となっている。李源は、ヒュンダイホームショッピングの児童スポーツ部長であった。李休の親類、近親、祖先の詳細、原形不起略李氏朝鮮後期継図子、24、直球官燥分養官長選利氏、ページ最下画像、有田絹子1950年5月24日、読売新聞、元プリンスト米仲良しの伏見、李良君が留学。 ハット AB Beautiful as the Rainbow 梨本雅子 A j a、hey, p a ジャパニーズプリンセスアゲンスト n ールオッ l フォーラブライフ o v e ハ i ピネスソングナイレヘイインスパイアリングボイセズ P210-245 2005年7月24日中央日報衝突偶でリオケ末栄リキュー氏の国別式漢方第4438号付録 事例に1941年10月23日、ありがとうございます。